こんにちは。2分でわかる国の借金の嘘。始まります。古来から、お金は権力者が作ってきました。お金は、堤防や城などを作る際、労働力を提供した国民に払われます。権力者の赤字として、社会にばらまかれ、国民の間に広がります。税は、通貨量のコントロール、国民を働かせる、通貨に価値を持たせる。 などの役割があるだけです。明治元年から政府債務は3000万倍に膨れ上がっていますが、未だに破綻していません。国の借金残高というのは今までにどれだけお金を発行したのかの履歴に過ぎないのです。政府は通貨を発行できる日本銀行を子会社に持っており、国債発行時は日銀を通してお金が作られ、 政府の仕事を請け負った企業に払われます。国の借金はお金の創造なのです。財政破綻する国は海外からの借金で破綻しますが、日本は世界で一番他国に貸し付けている国であり、政府が持つドル資産、外貨準備高も円換算で140兆円以上持つ、世界屈指の金持ちの国なのです。参考文献などです。 概要欄にさらに詳細に説明した動画のリンクを貼っております。もし気になればご覧ください。ご清聴ありがとうございました。